キリストの哀悼、キリストの哀悼、または、ピエタは、イタリアのルネサンス期の画家ピエタロ・ペルジーノが1483年から1493年頃に制作した、油彩画。フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。ピエタの場面は、1480年代と1490年代の、ペルジーノの芸術の典型的な主題となっており、中老のもとに描かれた。 葉の少ない木々のある穏やかな風景はこの時期の画家の絵画に共通している。ドイツの記念像のようにキリストの体は水平で非常に硬く、左側の洗礼者ヨハネと右側のマグダラのマリアも同様である。側面にはさらに他の聖人がいる。左側には胸の中で手を合わせた若い聖人、右側には年老いた聖人がうつむいている。 アルバーニ・トロローニアの多翼祭壇が個人像作品は、サンジュスト・アレムーラ教会付属修道院のために、ゲッセマネの祈り及び、卓球へと共に描かれた。ルネサンス美術の伝記作家、ジョルジョ・バザーリは、1529年のフィレンツェ、包囲戦で、修道院が破壊された後、サンジョ・バンニ・バッティスタ・ラカルツァ教会の側祭壇で、その3作を見た。本作は、20世紀に、 美術館に移された作品の制作年は議論されており、ペルジーノがローマからフィレンツェに戻った1482年から少し後の年度まで様々に考察されている。この時期に画家は実験的にのみ油彩を使用している。いずれにしても画家が油彩のみを使用し始めた15世紀末よりは前であろう。絵画は1998年に修復された。 ありがとうございます。